外傷性軽部症候群は、交通外傷などにおいて、軽部に急激な加速や減速による負荷がかかり、その負荷が原因となって運動機南部組織に外傷が引き起こされることで生じる臨床症状の総称、無知打ち症関連症候群ともいう、病態整理の詳細は不明な点が多い。外傷性軽部症候群は、交通外傷の後遺症として引き起こされるのが一般的である。 最も一般的な症状が頸部痛であり、頸部のこわばり感、頭痛、肺部痛、肩上肢の痛みも認められることがある。この他視覚障害、聴覚障害、めまい、認知神経機能障害なども認められることがある。また、症状の遷延による精神的な苦痛を伴うことがあり、外傷後ストレス障害を発症する患者もいる。外傷性軽部症候群患者の多くは、 中等度から重度の痛みと機能障害を負うが、その大部分は3ヶ月以内に、ほぼ回復する。ただし、残存した症状が後遺症として継続することもある。また、痛みと機能障害が重度の時は、予後不良であることが知られる。外傷性軽部症候群の診断上の、客観的評価方法はなく、患者の訴える症状から多角的に判断される。人体や、関節表、 筋肉などの障害のため、外見上あるいは X 線診断における変化は見られないことが多い。画像では発見されにくいが、詳細な検査を経て、軽度外傷性脳損傷と診断されるケースが多い。急性の場合も、慢性の場合も、適切な指導のもとでの関節可動域の拡大を目的とした運動、筋活動に着目した運動などの運動療法が採用される。 警部への固定具の装着は、回復を遅らせる、可能性が指摘されている。ABCDEFGHIJKLM、無知打ち症。国際等通学会。2019年5月22日閲覧。軽度外傷性脳損傷。静かなる流行病対策急げニュース。公明党。ありがとうございます。